バッグもなんかぽいよね。これ光より見られるだろうな。光よりこれみんな見るだろう。今まで光でだいぶ見られたけど、光以上にみんなが見てくる自信がある。これ光以上に見てくる自信があるわ。目強いならワクワクすんぞ。おらよ、この世でちゃんとやったら叩けてんの。これ野沢雅子でしょ。どんな感じなの、ちょっとなんか見たいな。でさっきの鏡みたいのねえかな。マジで鏡みたいなの欲しいでしょ。これ今自分がどういう姿になってるのかを見たいんだけど、これこの姿見んのらワクワクするとか。あ、これあ、だからこうちっちゃいな鏡が。俺まだ全体的な自分の姿見てないからね。でかい鏡がないと。金前さんが早く来てくれればと。やばいよ、あっちはマジね、男と女のポタラ合体だから。こっちは男と男だとやっぱフュージョン、フュージョン止まりだからな。男と女はやっぱ強いんだよ。男同士のコラボより男と女のコラボが強いんで、やっぱりワクワクすんじゃん。あっちはポタラ合体だよ、こっちフュージョンだからね。なんだこれ。なんだこれ。こんなだったんだ。ちょっと分かりにくいけど、こんなだったんだ。いやー、金梅様に何時来るんだよ。金梅さんはマジで何時に来るんだろう。だんだんなんか恥ずかしさがね、ここまで行くとなくなってきたね。正直ヒカルの格好はだいぶ恥ずかしかったんだけど、ここまで来るとなんかもうメーターが振り切れすぎて、スカウターがぶっ壊れるぐらい、なんかもう計測不能になるともうどうでもよくなるね。ここまで来るともう無敵なんだけど。
沢雅子。あ、どうも小沢雅子って言われた。どうも。おめえ強いな、俺ワクワクすんぞ。あー、シゲルさんから、ホワイガー、ホワイガー、ホワイガー、アラブの石油王、ウィドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソボで、あーだっす、あーだっす、あーだっす。いやー、これはきついな。今どんくらい来てる、これ累計そんな伸びてないな。でも思ったよりかはやばい。これ人来すぎだと。なんでこんな人来んねん。やっぱ野沢雅子って分かるんだね。野沢雅子って言われたもんだ。これ光るより目立つな。光るより目立つ人って俺いるんだと思った。野沢雅子のねコスプレがあるっていうのは、ね、僕も知りませんでした、つい最近まで。でもこれ多分1ヶ月前ぐらいに買ったんだっけな。2ヶ月前ぐらい実は買ってたんだけど1回もやったことなくて、そのうちやろうそのうちやろうと思って全然やってなかったんですよ。そうそうなんですよね。やばい、全然の閲覧大して伸びないぞ、やばいぞ。やばい、やばい。やばいな。やっぱ思った通りだ。思ったより伸びねえ。サムネをこの街中のサムネにした方が人来そうだな。どうするよ。結構笑ってるは笑ってるけどね。さあどうしよう、どうしようかな。ちょっとサムネ撮り直すね。サムネ撮り直す。一回サムネ撮り直します。はい。